おう、お前か。悪いな、しくじっちまったぜ。あ、おい。大げさなやつだな。どういうことだよ、秀吉。どうもこうも言った通りだよ。お前はこのままここで待機だ。だからそれが納得いかねえって言ってんだ。俺はまだやれる。戦場に行かせろ。前田利家、お前は本陣での控えを命じる。これは命令だよ。くそ。好きにしろ。敵の罠にはまっちまったんだ。安い挑発に乗るなんてバカな真似をしちまってな。間抜けだよな。少し考えりゃわかるだろうに。勢い任せに突っ込んで、その結果がこのざまだ。情けねえ。俺は豊臣の名に泥を塗っちまった大バカ者だ。お前に俺の何が分かるんだよ。俺は命がけで戦うためにここにいるんだ。なのに怪我一つでそれすらできねえなんて、それがどんなに悔しいか情けねえかお前には分かんねえだろ。くそ、怪我さえ治れば俺はまた戦場に戻れるのに。そうだよ、お前の血を飲めばすぐに解決することじゃねえか。お前が俺にすべきことは怪我の手当てなんかじゃないって分かってんだろ。今すぐお前の血をよこせ。いいから黙って座れてろ。俺が怖いか。お前に八つ当たりした挙句にこんな風に乱暴に血を吸う俺が恐ろしいか。本当に俺に愛想を尽かしてないのか。ありがとう。それと悪かった。こんな俺を受け入れてくれるのはお前だけだって分かってたはずなのに、不甲斐ない俺を許してくれ。そうだな、もう少しだけもらってもいいか。やっぱりお前の血は甘えな。ありがとな。絶対武勲を立てて戻るから待っててくれ。
やっぱりお前の血は甘えな。そういうお前の方は大丈夫か？なあ、あんまり辛かったら俺がお前の体を担いでいくぞ。はあ、やっぱり断られたか。担いだ方が楽なんだけどな。あ？こんなの勘だよ勘。危なそうな場所を避けてんだ。ってお前そこは危ねえぞ。右だ。って言ってる場合じゃねえよ。今度は左だ。ほらほら休んでる暇ねえぞ。今度は右に。止まれ。迂回して左に。ち、こいつはよくやってるけど、さすがに人間の体じゃあな。しょうがねえな。よし、これで安心だな。うるせえな。お前一人じゃ危なっかしくて見てらんなかったんだよ。おとなしくしてろって。喋ってると舌噛むぞ。しっかり捕まえとかないと落ちるだろうが。命の危機なんだから我慢しろ。ったく、ちょっとくらい触られたからなんだってんだよ。減るもんでもねえのによ。は？わざとじゃねえよ。つうか触っても何も思わねえし。別にお前に魅力がねえってわけじゃないからな。こういう状況じゃなかったらいろいろ思うぞ。いや、悪い悪い、本当に悪かったって。いや、思ってる思ってる。その辺の弁解はこの場を切り抜けてからすっからさ。だからお前は黙って俺に守られてろよ。